はだいぶ久々かも。俺今大事なことに気づいちった。もしかすっとこれ生リセチーの生水着と生で人のいないところでぼやいてくれる。ねえ先輩は誰の水着姿が楽しみ？私そういうの緊張しちゃうじゃん。まあ嬉しいけどさ。とりあえず海行くのは決定な。天城と里中も免許取れってしたらバイクで行けるじゃんかな。なら一丁やりますか。おお。おおお。
あれ？兄ちゃん。僕のこと見てるつもりなんだろう。みんな僕のこと知ってるつもりなんだろう。それなら捕まえてごらんよ。おい、見たか？今の誰だ？俺知らねえよ。ニュースや特番で見かけたか？なんかゾンビみたいにテンション低かったけど。よう来て。だな、わかった、うるせえな。なに、クマに変わるわ。先生、クマクマ。初めて噂の真夜中テレビ見たクマよ。やっぱこれ、さっきの子の抑圧してる気持ちにあっちの世界が共鳴して起きてる現象クマね。誰かが撮影してるとかじゃないって、これではっきりすっきりしたクマ。だけどさっきの子、多分もうあっちの世界に入ってるクマ。どうするクマ？さすが先生、頼れる。クマ、胸キュンしたクマ。クマ、変われ、いい加減。おい、もう入ってるってどういうことだ。いつもは事前にぼんやりしたのが映るだろう。てか、あいつが言ってたセリフ聞いたか？捕まえてごらんって。そういや、見た目少年だったよな。まあ、もしかしてあいつ。いや、結論を急ぎすぎだな。明日すぐ集まってみんなで話そう。花村もずっと電話中で、ユキコともさっき話してたの。あれってさ、突き止めるしかないよね。明日すぐ集合しよう。
よし、リセとクマがあっちを探ってる間、俺たちはここで作戦会議だ。で、昨日のだけど、みんな見たよな。見ててネクラが映りそうだったぜ。死んだ魚みてえな目でボソボソ挑発しやがって。一等ムカつくぜ、クソが。なんなんすか、あいつ。実はどっかで見たような気はしてんだけどな。昨日はいきなりはっきり顔まで映ったから、いつもと違うなって思って知恵に電話して、それで話しながらふっと思ったの。あの子犯人なんじゃないかって。ただの勘っちゃ勘なんだけど、つながるんだよね。話じゃ容疑者は高校生の少年、モロキンの件で足がついて指名手配。そんなタイミングで昨日のテレビだ。おまけに捕まえてごらんなんて意味ありげな挑発。そんで、例えばだ、男子高校生の A 君がいます。 A 君は何かの拍子であの世界に入れるようになりました。 A 君は何かの動機から命を奪う目的で人を次々とテレビに放り込みました。別の世界なんて警察には証明できない。それは絶対足のつかない最高の手口でした。ところがある時からテレビに入れても人が死ななくなってしまいました。仕方ないのでモロキンの時だけはテレビを使わず自分で殺しましたが、足がつきました。指名手配された A 君には逃げ場がありません。ああ、もしかして逃げ込むために自分からあっちへ行ったってことっすか。ああ、それで捕まえてごらんってか。先輩意外と頭いいっすね。ムカつくなお前。テレビに映った人を狙った理由はまだよくわからないけど、もしかしたら諸岡先生にだけは本当に恨みがあったのかも。だって足がつくのを覚悟してまで実行し、諸岡先生の時だけテレビが無関係なのも、そう考えれば一応わかるっていうか。ただあの子逃げ込んだ後はどうするつもりなんだろう。クマさんがここにいるってことはあの子出られないんじゃ。まさかやけになって自殺しちゃう気とか。そういえばめちゃ暗かったし。いや、そんなんじゃないな。犯人はテレビに入れた人間がこっちへ戻ってきてるのを知ってるはずだ。天城や幹事はともかく、芸能人のリセが死んでないことを掴んでないわけはないだろう。つまり少なくとも出る方法があるってことを犯人は知ってる。とにかくここまで来たら全部本人に聞くしかないだろう。お、ナイスタイミング。どうだった？情報少なすぎて足取りつかめない。中に誰かいるのは間違いないんだけど。そうか。で、クモは？まだ張り切って探してる。なら俺たちはあいつが誰なのかを確かめよう。あいつがどこの誰なのか、警察に追われてる容疑者ってのと本当に同一人物なのか、それさえ分かればあとはいつも通りやるだけってこった。そうだね。もしあの子が本当に犯人であっちの世界に行ってたら警察もう手出しできないし。つまり俺らがやるっきゃねえってことだな。じゃあみんなで情報集めよう。
に。
よし。クマ、頑張るぞ。間違いねえ。やっぱ真夜中テレビに映ってたやつだ。ってことは、今テレビの中にいるのは犯人？この子、うちの店に来たことある。偵察してたってこと。やだ、本当狙われてたんだ。クソが、舐めやがって。この子どっかで…わかった、あいつだ。ほら、ユキコ、あん時の。あん時？4月の、ほら、いきなり告ってきたじゃん。ああ、あいつか。校門前でいきなり天城に告って、振られたやつ。すげえな、里中。あれっきりのことをよく覚えてたな。違うの。声かけてきたのは初めてだったけど、そういや、あいつよくいた、ユキコの周りに。ごめん、誰？校門前でさ、いきなりユキコって。あーあーそうだっけ。てかこいつ、振られた腹いせでユキコを狙ったってこと？別に振ってないけど。この子、お豆腐売ってる私に話しかけてきて、暴走族困るでしょって。暴走族は濡れないと何もできないとか、確か永遠悪口言ってた気がする。なんかこう、一人で喋っちゃう系のアレな人って通じるかな。あしらい方慣れてたけど、いろいろで疲れてたから無視してたの。私、それでさらわれたのかな。ああ、いや、俺、俗じゃねっつの。あのクソ特番のとばっちりかよ。山のアナの不倫のこともいろいろ言ってたらしいよ。浮気なんかする女は死刑にしろとか。おうおう、揃ってきたな、いろいろ。とにかく、あとは直接本人に聞くしかないな。方角、わかるか？うん、やってみる。いた、見つけたよ。あっち。おっしゃ、行こう。ついに逮捕だね。私たちで絶対犯人捕まえよう。何これ、ゲーム？捕まえてみろってくらいだから、いわゆるゲーム感覚ってことか。むっかつく。顔面靴跡の刑にしてやる。行こう。男はみんなゲーム好き。女はみんなクマが好き。
宝箱開けてみようぜ。あ、連続性に弱点の敵がいるよ。やるぜ、照らすな。しぶて、生き残り2体、油断しないで。誰かこいつをお願い。行くよ、シャクヤ。よし、うん、みんな準備 OK？ 決める。イエーイ、ゴーゴ
シャドウ。で、ベルトナ。みたいだ。いい返事だ。みんな準備 OK？ おう、任せとけ。いけ！ぶっ飛ばしちゃえ！いるよ。アルバティ。敵、サタンだ。そう。Are you ready？ 決める。イエーイ！ゴーゴに弱いやつがいる。頑張って。はい、こっち。伊沢ゆき子先輩、素敵。こいつ何？敵が増えたよ。そう、倍返しだ。決めるぜ。ベルトナ。お、花村先輩、美味しいとこ持ってくき。誰かこいつを。残り2体負けるな。我は何時。はい、ダメだった。パワー。
気合い入れて。よし、張り切ってこう。イエイ、ゴーゴこれはお宝？Thank you.
げ、サドいる。物理が効かない奴がいるから注意して。決めるぜ、ペラスマ。誰かこいつを。これはお宝？注意して、ちょっと危ない奴がいる。ほら、やるぜ、ペラスマ。そう、倒らねえ。油断しちゃったな。生き残りみたい。油断しないで。あちょ。生きみたいだ。オッケー。みんな準備オッケー。よし、張り切ってこう。いっけー。ボコボコにしちゃえ。弱点の敵がいるよ。やるぜ、ペラスマ。誰かこいつを。敵3体頑張って。やー、知恵先輩さえてる。お、知恵先輩、敵2体撃破だよ。宝箱、開けてみ。あ、疾風属性に弱点の敵がいるよ。いいぞ先輩、行け。もっとやっちゃえ。弱点にヒット。今せーの、これでおしまいよ。
やっと階段だ。とっとと行こうぜ。氷結に弱いやつなんで、頑張って。残り3体、踏ん張りどころよ。いけ、私にやらせか。じゃあ任せる。おお、シュウ先輩、敵みたい撃破だよ。俺に行くぜ、行くぜ。敵ダウン。よっしゃ。うわー、決めるぜ。さすが花村先輩、見直しちゃう。じゃあさ、ダメなやつがいる。強い相手じゃない。この敵は光、敵残り3体、踏ん張りどころよ。
先輩、いい調子。いいぞ。見た撃破だよ。弱いやつがいる。頑張って。
そこ敵がいる。闇属性が効かないやつがいるよ。注意して。誰かこいつを。敵は残り2体。負けるな。いやだ、しぶとい。ユキコ先輩が鮮やかに敵を撃破。あ、敵が立ち直った。早くやっつけて。よし、オッケー。みんな気合い入れて。気合い満タン、準備よし。いけー、ぶっ飛ばしちゃえ。
縁に弱いやつがいる。頑張って。決めるぜ。ヒタン、行け花村。弱点の敵がいるよ。闇属性に弱点の敵がいるよ。ペルソナ、はダメだよ。すごい花村くん。剣にヒット。よっしゃ、みんな準備 OK？ おう、任せとけ。いけー、ぶっ飛ばしちゃえ。俺に決める。敵を撃破、花村先輩。行きなさい。行けない。敵は一体だよ、頑張れ。決めるぜ。よし、わかった。
よし、わかった。これで終わりだ。闇属性の弱点の敵がいるよ。ペルソナ！逃がさないで。ラスト1体いけ。そう。Are you ready? 逃がさない。イエーイ、ゴーゴシャドウ。氷結が効かないやつもいるから注意して。氷結が弱点。敵残り4体。頑張って。やるぜ。ペルソナ。しぶて。
お、宝箱。ねえ、先進まない？あ、注意して。氷結ダメなやつがいる。Thank you.
いるよ。うん、敵は4体、数を減らして。私にやら行くよ。敵ダウン。せーの、これでおしまいよ。チェ、オッケー、ユキコ。はあ？こんな感じかな。弱点の敵がいるよ。ウソマッ、敵ダウン。いいぞ、その調子。弱点に、はいはい、行かせて。準備、よし、はっ、よし、残り2。分かった、これで終わりだ。
闇属性が効かない奴がいるよ。注意して。強い相手じゃないよ。負けないで。敵は残り2体。負けるな。決めるぜ。ベルザー。チェ、しぶてぇ。
めるぜ。じゃあ、チッ、死ぬて。行くよ。終わりよ。
よし、せーの、これでおしまいよ。チェ、しぶてー、チェ、チャンスだよ。オッケー、ユキコ。はぁ、よ、撃破。こいつをお願い。敵は一体だよ。弱いやつがいる。闇属性が効くよ。敵残り3体踏ん張りどころよ。誰かこいつをお願い。先輩冴えてる。氷結が効かない奴がいるから注意して。うん、これはいける。電撃属性が有効だよ。頑張ってね。敵3体頑張って。やぜ、誰かこいつを。行くよ、止まれ。いけいけ。いい当たり。よし、張り切っていこう。観念しろ。ユキコ先輩、目がマジだよ。階段ね、早く行きましょう。シャドウ。
で、この花咲くよ。見たいぞ。総攻撃チャンス。よし、みんな準備 OK？ 決める。いけ、ボコボコにしちゃえ。に弱いですね。頑張って。強い。決めるぜ。ペルソナ。くそ、倒れねえ。敵は残り2体。あげるな。いやだ、しぶとい。
ここ敵一体倒せるよ。知恵先輩の体力が、誰か回復お願い。決めるぜ。階段発見。あんま見ないやつよ、逃がさないで。敵は4体、数を減らして。やるぜ。聞いてねえ、だよクソ。知恵先輩、さすが。誰かこいつをお願い。さすがユキコ先輩、敵2体撃破だよ。
んでるよ。早くこいつ倒して。ユキコ先輩が毒を受けてるよ。やべえ、聞いてねえ。だよ、敵はやめて。数を減らして。さすが決めたいな。チエ先輩、さすが。いいよ、チエ先輩、輝いてる。行きなさい。はい、敵を撃破。ユキコ先輩、いいぞ。乗ってるね。ユキコ先輩が毒を受けてるよ。ナイス。敵残り2体、油断しないで。あ、敵が立ち直った。早くやっつけて。闇属性が効かない奴がいるよ。注意して。逆転にヒット。私が行く。余計だった。いいぞ先輩、もっとやっちゃえ。今日は調子いいみたい。レベルアップ。よかちょっとは強くなれたかな。